ミントです、はい、よろしくお願いします。さて、はい、今回これ書いておりますね、はい、キンキキッズ、堂本剛、コリハダ、B メロトップ3とりあえず書いてない書いてなかった書いてないですけども、はい、ですね、今回ちょっとこういう企画にしてみようかなと思いまして、ね、人気ですか、キンキキッズコーナー、人気コーナーコーナーとか企画は、いや、ありがたいですね、まあ僕の本当に好きな、もちろんディッシュもそうですけども、うん、はい、このキンキキッズっていうのは私はまあ昔からですね、物心ついた時から、物心ついた時からな、あ、そうですよほんまに、はい親が好きやったの、いや、あのね、僕、ね、友達の姉ちゃんの影響なんですけど、あの本当に A アルバムっていうのからね、まあ、スタートしてますけど、 A アルバムが出る前ぐらいから、もっと前から活動はされてたんで、だからそんなにめちゃめちゃ年離れてるわけじゃないから、キンキッズとも、だからもう物心、いや、俺物心は違うから思い返して、俺キンキキッズガラスの少年流行ったの5、6年生だった気がすんねや。あ、マジ？やったが中学やんな。中学ではなかった。あ、ほんま？あ、でも中学かもしれない。あ、じゃあいつ物心ついた。そっか、ごめん、物心の尺度をつくの遅すぎやろ。ずっとふわふわずっとふわふわしてましたけど、ちょっとあの何、足浮いてたけど、ね、そこまでは。そっか、そっか、物心の尺度が違いました、はい、ごめんなさい。そうですね、はい、まあ、ぐらい好きなね、はい、どうぞ。そして皆さん気づいてますよね、まあちょっとね、前回、ね、まあね、もうなんか違うところでも被ってしまいましたけども、はい、これがあの ZOZO タウンでね、可愛いですね、これ、剛さんの、エンドケリーの、アパレルですね、こっち可愛いでしょ。剛さんがプロデュースする ZOZO タウンとですね、うんうん、コラボしまして、うん、ほんでまあ第1弾第2弾で、まあ番組、ギャオの番組内でそういう企画を打ち出して、うん、ほんでまあ25周年の緊急も精力的じゃないですか、うんうん、その中のまあ一環でもあり、だからその中でなんか服とかも、あの、そう、ほんで僕ちょっと帽子可愛かったんで、うんうん、すぐ買ったんですけど、なんかちょっとエスニックがなんかここら辺から下がってるイメージあるわ。あー、なんかこう、こういうの好きやろ。そうそうそう、ほんでこのあのベレーは結構ね、剛さん好きなんでね、すぐ買いました。もちろん買ってますよ。持ってる人おるかもしれないね。あ、絶対持ってる、絶対買ってる、ね、もうすぐなんか売り切れとか、なんか、剛みたいなの書いてへんやん。あ、そんなん、せえへんだから、いいよね。あ、そうそうそう、もちろんさ、キンキのあの、グッズとかやったらもちろんあるけどね、あー、キンキキッズみたいなのあるけど、剛さんおしゃれですから、ね、あの人おしゃれ番長でございます。全然進めんやん。まあ、ぐらいね、はい、愛している、キンキキッズ、あの、そして、まあ、ずっと言わせてもらってます。まあ、どちらかというと、剛たんなんで、うん、強たんなんで、はい、今回はですね、その、はい、まあ、もちろんキンキキッズ、堂本剛、いや、堂本剛さんのですね、うん、まあ、僕が、やっぱ、なんでしょう、B メロあるじゃないですか。うん、B メロ大事じゃないですか。はい、で、結構ですね、A 高一、うん、B 強し、強し、A、B、A 強し、B 高一みたいな分けてくるんですよ、やっぱり。2人組なので。このセットで。そうそう。ほんで、ユニゾンするとかはもちろんあるんですけども、はいはい、こう分けてきたところもですね、うん、B メロを行く堂本剛、最高なんですよ。なるほどね。わかりますよね。B の、うん、もう説得力。僕が、まあまあ、数あるキンキキッズの曲の中で、一番好きな流れっていうのが、1番。はい、1番の、はい、ドア玉は、高、うん、一が言ってほしいんですよ。まあ、はい、ほんで、1番 B メロに、はい、剛ハマってきた時の、はい、安堵感。はいはいはい。よし。もう、あ、ありがとうございます。この曲ありがとうございます。っていう、はい、もうなんか構成があるんですね。うんうん、まあ基本的にそういう流れ多いんですけど、うんうん、その時の1番 B メロですね。どっちかっていうと、私は。の、トップ3を勝手に発表します。はい。勝手に発表します。これ分かってくれるやろうなと思います。ね、B メロはこう、その後サビに行くパターンが多いですから。はい、めちゃくちゃ大事です。大事。さらに1番の B なんて一番大事じゃないですか。はい、ほんで、サビどんなんやろ、サビどんなんやろの前やから。はい、うん、もう大変なんですよ。大変なんですよね。大変なんで、歌うのも大変です。ドキドキするやん、はいはい、初披露の日なんてドキドキするやん。そうね、でしょ、うん、ああ、ほんで、ちょうどね、この 3位、うん、3位いきますよ、もう、はいはいはい、速攻いきますね、はいはい、分かっていただけるでしょうか。3位、うん、私の中でです。はい、ビロードの闇。全然知らん。マジで、うん、マジ初めて聞いた。あー、ちょっと、あのね、これあのシングルになってるんですけども、うん、このビロードの闇のですね、うん、砂漠のように深
熱々な、いやね、わかるよ。結構ね、こう、あのね、なんてスパニッシュというか、いや、なんていうの、カルメンのような、なんでしょう、ちょっとそういう、ちょっと違うかな、エスニックな、なんかちょっと、なんか、いや、なんでしょうね、ビロ、本当にこの名の通り民族的なってことね。そう、なんかちょっとスパイシーな要素を、スパイシーは別に要素を入れてきた、入れてきた曲なんですよ。ほんで、あ、最初、おお、なんかキンキっぽくない、なんか新しいの来たなと、うん、来た時のこのね、B メロ聞いた時にバチバチに砂漠のように辛辣なって言われたら、剛がバチバチってきまして、なんかすごいゴロやね、なんかめっちゃ、ほんでメロディーめちゃくちゃいいです。そう、砂漠のように辛辣な、うん、この街の片隅、はい、息を潜め、肩、はい、抱き寄せ、はい、キスをしたね、で、サビやで言ってもてるやん言ってもてるやん、最高やこのね、その、はい、剛のまた歌い方と、うんうん、もうね、これごめんなさいね、このね、映像とかはめれたら一番いいんですけど、やっぱりね、もちろん、私はジャニーズエンターテインメントの、大事なので、はいはい、あんまりやっぱりね、そういうのは、著作権に、分からへんけどちょっとごめんなさい、それはもう皆さん、聞いてください。これなんかどっかで聞けるの、はい、YouTube で MV やったりとか、キンキ、あ、でもね、今だからキンキキッズチャンネルあるじゃないですか、はいはい、多分そろそろ、ごめんなさい、もうこの放送するときに上がってたらごめんなさいですけども、これ、絶対上がってくるんで、それぐらい人気なの、これは。これね、まあ僕は好きですよ、うん、ただシングル曲でもありますし、ああ、だからね、そう、ね、何年、いつぐらい、ビロードの闇に溶け出すって、じゃあこれな、まあちょっと古いかな、これが、ごめんなさい、2005年、わあ、古いな、まだか古いな17年前です、17年前の曲、そんな若い時によく歌うような曲っぽくないよな、なんか今の歌詞見てたら。そうでしょ、それをちょっとなんか挑戦してきた、さとみさんっていう、ほんで林田健二さんですね、作曲はね、これめちゃくちゃいいんで、ぜひ、これ多分 YouTube チャンネル上がってくるんで、はい、これ聞いてください、はい、一番の B メロでね、まあこれちょっと補足なんですけども、はいはい、これを披露するために初めて、M ステに、うん、ミュージックステーションに出た時にね、はい、僕リアルタイムで見てたんですけども、うん、まあ時たまね、なんか YouTube で落ちてたりするんですけど、うん、ね、めちゃくちゃ歌詞ミスって、うん、もう笑い出すんですよ、二人ミスりすぎて、こういっちゃんがいきなりもう歌詞全然違うの、あれテロップ出るじゃないですか、M ステって、で、テロップ出てよく放送事故とかあるんですけど、うんうんうん、全然間違ってたり歌ってなかったりとかね、いろいろまとめられたりするんですけど、思いっきり間違って、笑い出すんですよ、もう強し笑ってちょうどこの一番の B メロ歌えないんですよ。あー、もうつぼってもうて悔しさが残ってる。あー、なるほどね、私の中で一番惜しかったのに、もう笑ってもうて。これ生で聞いたことあんの？あります、あります、ライブでね、ライブでは、時たまね、やってくれるんで最高ですよね、はい、これの、第3位は、はい、ビロードの闇の、はい一番 B メロでございます、はい、ちょっとマニアックすぎるかな、大丈夫、いや、大丈夫だ、好きな人、新規だったら知ってるから、はいはい、俺がその人だけ、ファンの方はね、分かっていただけると思います、うん、では、第2位いきますよ、はい、ガンガンいきましょう、はい、ちょっと漢字がちょっと書けないんですけども、ごめんなさいね、むずい漢字が、そうやね、でもいいよ、ひらがな、憂鬱と、あ、ね、ここの幅じゃちょっと憂鬱は狭いね、ちょっとむずいむずいやろ、ほんで俺の学力でも無理やからさあ、憂鬱と虹、うん、ここ持ってくるか、ジャスティン自分でねって言ったと思う、さすがだね、ジャスティンって、さすがだねさすがだよ、 J アルバムです、 J アルバムのアルバムの曲なんですけど、はいはい、僕この曲大好きで、うんうん、分かるっすよね、うん、めちゃくちゃよくて、ほんで、まあさっきも撫でましたように、うん、一番こういっちゃんから入ってですね、うん、はい、すごいポップな、ポップなんですけど、うん、もうこのタイトル通り憂鬱と、うん、本当に陰と陽が、うん、でも曲調は結構ポップなんですよ、うん、はいはい、ほんでライブではこの J のライブやったかな、うん、J の、コンサートの時もラストの曲を飾るぐらい、はいはい、うん、だからすごいありがとうみたいな、ダダダダラダラッダーつってパパラパラみたいな、だからまあまあ結構ポップなんですね、ポップなんですけど、このね一番 B メロ来た、剛さん来た時に涙がですよ、いいですよ、曖昧な未来だけを、うん、いつも進むしかない、よりどころはただ、はい、居場所はただ、うん、この不安癒すあなた、あ、だからもうなんか曖昧な未来をね、うん、進
進んでますけど、うん、あなたがよりどころですと、はい、ただあのちょっとキュッてしたので何にも深いこと言えてない俺は文字見てへんから気づいてないけどごめんな俺がキュッとしたんやすごいじゃない、はい、曖昧な未来もうねあの入ってくれるんですよ、はい、キャーッと入ってきていつも進むしかないっつってもうあもうね歌い方といいですね、はいはい、強さんの、はい言ってもてんすよ。言ってもてんすよ。言ってもてんすよ。いや、もう、あの、もう天国に。ヘブンス。ヘブンス。いや、僕が言ってもてる、言ってもんすけど。Go to heaven。はい。Go to heaven。天国へ、はい、もう連れて行っていただきありがとうございます。はい、もう、これ最高っす。これ多分、この方わかる。もう、多分ね、もう、コメント賞賛の話よ。わかってる、ジャスティン。ジャスティンってわかってるよ。これで、ね、やっぱあの今までファンファン言ってたけど、はい、ほんまかみたいな人もこれで認めたまだやっぱりね、うん、ねまあこいつにわかよ、うん、で多分コメント差し控えてた差し控えてた大変多いかと思いますただ今回の放送で、はい、めちゃくちゃわかるとこいつガチやなとこいつガチや、はいはい、あこの、まあ、曲のセンスであったりもちろんね、うん、いっぱいありますよ僕悩みに悩んでこれなんで、うんぜひとも、うんぜひコメントをなんかいただければもうほんと励みになりますね、はい前回もですね、はい、ガラスの少年の回上げさせていただいたじゃないですか、はいはいはい、ハモリ回ですね、はいはい、だから私も思ってコメントでね私も思っててそこをポジってくれさすがです言葉になってないまあね曖昧な未来ばっかり進んでますけども我々はねこれ最高なんで、はいはい、これはねちょっともしかするとあの YouTube チャンネルっていうのは難しいと思うんで、うん、でも分からんもしかしたらあのすごいライブも良かったんで、うん、ちょっと最近ねあの YouTube チャンネル、うん、ごめんなさいねいろんな違う話もしてますけど、うん、YouTube チャンネルの中であの第1章が終わったんですよ、うん、あのライブを、はいはい、お送りしてくれてるって言ったじゃないですか、はいはい、それが一旦終わりまして、はい、コンサートのいいコンサートの曲を抜粋して最近上げてくれるようになってましてその中でもしかしたら俺これ入る一番ねだけでもあそう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 だからこれね俺あると思うんで、うんうん、その時にぜひ聞いてみてください、ぜひ KinKiKids YouTube チャンネルチェックしてみてくださいはい、はい、ということで栄えある行くよ栄えある1位ね、悩み抜いてね、うん、いっぱいありますけどもありますけども、はい堂本剛 B メロトップ3いきます、はい、1位おぉこれ知ってるよポーだよねファンタスティボわかるでしょうんおあれジャスティンはいキンキちゃうんかとこれねあ、ほんまやそうやな確かにトラジハイジというほんまやほんまやあのドラマのやつやもんねそうです TOKIO 国分太一そうやそうやほんまやと堂本剛さんのユニットまあまあそのドラマでしたよねドラマと映画にもなりましたけども映画の DVD も持ってますけども、うんうん映画になったのためのそのユニットやったんですけどもこれがだからここがキンキキッズじゃなかったらそういうことなんですね引っかかりましたねそうキンキキッズって書いたらいいじゃないですか深夜さん何を俺らで楽しんでんねんほんま怒ってはるで視聴者ニヤニヤしてくれるキンキキッズの中でピアで探してたけど1位は何やろっつってうわ1位キンキあ私ならこう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 ファンタスキンキちゃうやん書いていいやんほんま怒られてほんま怒られるってじゃあ、まあ、ほんま怒られるぞいやごんねいやでも置いてないわそうやなだからもう俺も思った私言いましたよね栄えある1位堂本剛って言いました言いました言いました間違ってます。はい、間違ってます。まあ、トラジハイジじゃないかっていう言われたらそうですけど、うん、まあまあ、どうも強いじゃないですか。はい、間違ってます。これのね、深夜さん、はい、これはまあ、国分さん、国分太一とですね、強いなんですけど、はい、これね、ちょっとびっくりしまして、国分さんもね、結構歌うまいんですよ。うんうんうん、あの、I'm gonna do the... あれ、上島ですけど、上島さん、リーダーですけど、アガナトゥーラブの、ね、アヤトゥーヤね、アヤトゥーヤ回もあるんで、ぜひ見て、あやったな、アヤトゥーヤ回、ぜひちょっとバックナンバー、バックナンバー、僕、大好きなんですけど、あのリーダー、誰か注意せよ、大事よ。
大地を注意せ、はい、あややつあれちょっと自分らでも楽しんでるやん削除しても絶対誰か上げてくるからそう、あややって絶対消えへんほんまに、ジャパネットやってる場合ちゃうで注意せなかったほんまに国分さん大好きなんですけど、はい、国分さんね、歌はもっと上手くて、うん、ファンタスティックね、これね、うん、びっくりしたんですけど1番ね、うん、いい流れ来るんですよ、うん、国分大地からスタートするんですね、うん、1番、はい、あの頃、俺たちはいつも、うん、みたいなんでおーいいね、うん、もう曲はバキバキいいんですよ、これ、うん、ふざけてますけど、うん、ダンスは、ね、なんか当たり前イエー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 イっつっていい、いやもうでも曲めちゃくちゃ素晴らしくて、はい、国分さんで 1A 来るんですよ、はい、よっしゃ、初めて言う、うん、よし、1B メロ、はい、強し、もろたもろたいち行くね A もいいの A も B もたいち行くほらほらふざけんなよ、と思って、はい、当時はです、はい、当時は、おいふざけんなよ。ここ強しの B メロやろ。お前何してくれたんだよ。ほんならまあ強しのイエーイエーイエーってあのまあユニゾン、ね、あのハモリなんですけど、強し来てああよかった、うん、ファンタスティボやー思って行くじゃないですか。うん、ほんなら二番 A メロ、うん、もっとこいつ行くね。ほらあれ一番二個とも行ったのに。2A お前はどんだけ。ジャニーズのこれ何やこのあれかあの先輩後輩のあれか思って縦社会の縦社会なみたいな俺ちょっと一時嫌いだったもん太一が俺が歌わせろそうそう多分言ったよなのね強しさん強しも優しいから、うん、あ全然いいっすよいいっすよって献上しますよってまあ本来は 1B メロ僕ですけどねみたいな感じやったと思う、うん、お前いつもメイン張ってるからやろそう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 たまにはメイン初めてやねんからやらせろやみたいな後ろでキーボード弾いてる松岡の横で松岡の横でやっとるからやらしておれよとあ、ね、あまあまあいいっすよ多分言ったと思う全然書けないんだ TOKIO ってさ YouTube でさお前やめとけよ何何よ TOKIO って YouTube でいじられすぎじゃないあのいじられてる松岡のさなんだっけ首首やつめっちゃ好きしゃべれわかるツイッターとかめっちゃ早いよなあれ深夜と見たんやったっけスルパーンみたいなのあれめっちゃ早いんだじゃあ俺もずっと見てたあれもずっと見てためっちゃおもろいあれは春松岡さん一緒やから春は俺マジあれ松岡のねあの首どうなってんのみたいなあれやばいなんかちょっと話してみたいなめっちゃ早いなみたいなそうあ、もういやいや、トゥーヤトゥーヤいや、もうだから TOKIO さん最高なんですよそうですね TOKIO さん最高なんで、はい、どこまでしましたねそう、で、はい、2A もね、勢いってうわ、これ俺一時期このリアルタイムの時にちょっと国分さん嫌いになりました、うん、ただまあまあ歌は歌えるし、うん、まあまあええわと、ね、曲ええからまあ許したら思ってて、まあ待ちました、うん、ほんならこの流れだったらもうこいつつるっといくんかなみたいなあ、うん、じゃあですね、これはちょっとごめんなさい、番外編ですけど、そう2B メロ2番です、うん、2番に剛が永遠にっつってもうね、うん、もう食うんすよおうもうどんぐい1、2で1番で俺ちょっと諦めてたんですよ、うん、2A 来てあー、うん、あーこれ太一行くやん、うん、ほんでほんでもう剛じゃあ今回はなんか落とし旅とか来んのかなと思ったら、はいはいはい、2B に永遠おー来たいや永遠に落ちてく夢の果て、はい、もうね剛太一の声忘れた今までのこの太一ファンに怒られる国分さんファンの方も申し訳ございません、うん、当時ですよ、はい、もうねあーやっぱ2ファンタスティブのですね2B メロもうこれはねえぐいっすだからもうあれちゃうだから 1B で出ちゃったら、うん、もうそれ 1A しか国分太一のこと覚えてられへんやんだったらかわいそうだよお前はそんなことは俺言ってない俺はそんなことは言ってない別に言ってない俺はそれは言ってないけどもまあそう思うのね思うのねうんまあまあねちょっと伸ばしてあげたってことかこのために置いてたんやもうねえげつないっすよこれファンタスティボって落ちてたかな YouTube とかいやまあもしかしたらちょっと昔の有名なあかんけども昔の番組のあの上げてる人もいるんで、うん、2B メロぜひ聴いてみてください、うん、でその歌番組やったらですね、うん、うまいこと1番 A メロ行くでしょ、うん、第1行って、うん、
そのまま 2B メロに移行するんですよ。だからギュッとしたバージョンになるんで、ちょっと歌詞の釣り合いおかしになるやんけと思うんですけど、まあまあいいんで、ぜひ、これは1位をですね、ファンタスティブにしてみました、はい、私ちょっと変化球もありながら、うん、こういうのはいかがですか？いや楽しかった、めっちゃ大丈夫ですか？こういう企画もいいですかね？ちょっとこういう路線もやっていこうかなと思いますんで、今後ともですね、皆さんの中でもっと、いや、ジャスティン違うでしょと、私はこれです、うん、私の中の、強し B メロはこれだね、はい、とかいうのはもうぜひともですね、コメントでいただいてですね、私ずっとニヤニヤしてます、コメント会社にニヤニヤするごめんなさい、そうですね、すいません、会社ニヤニヤしちゃうすいません、ぜひとも、お待ちしております、はい、そしてこういう企画また、近畿いつもね、掘らせていただこうかなと思いますので、お願いいたします。はい、はぁ、あ、しゃべりすぎないでしょ。ありがとうございました。ありがとうございました。また次回、はい、よろしくお願いします。お願いします。バイ。